ます。私ずっと使っていたので、半年、約半年ぐらい使っていたので、本当にびっくりしましたし、私で大丈夫ですかって思いました。となんかもうついにしかない独自の技術を使ってるんですけど、 NTBADS っていう技術使ってるんですけど、なんか普通のその化粧水とかって肌の表面に塗って、肌の表面で美容成分とかが浸透するんですけど、ついってついに使われてる技術って、このオイルのカプセルの中に美容液が含まれていて、でそのオイルのカプセルが奥に浸透して、奥に入ったところで溶ける、美容成分が肌の奥まで届いて奥で浸透しますっていう感じの美容液、スターオイルなんですけど、保湿力がとにかくすごくって、私これ使い始めた時、真冬でとても乾燥してる時だったんですけど、エアコンの下でも大丈夫なくらいの保湿力で、ここが本当にとても気に入ってますね。朝とかも、朝こっちのモイスチャーセラムの方を使ってるんですけど、これ塗ってからメイクするのと、これ塗らずにメイクするのだったら本当に全然違います。塗りが良くなるし、時間が経っても潤ってるなっていうします。私の大好きなビタミン C が含まれて美白効果みたいな。やっぱり保湿ですね、もう趣味保湿。10歳の境目ぐらいからすごい肌質が変わりまして、もう保湿してないとダメになっちゃいまして、そうかもしれないです本当に保湿したいなって思う、私と同世代の方にももちろん使っていただきたいんですけど、ついのこのブスターオイルとかモイスチャーセラムって今使ってる化粧水にプラスして使っていただけるんですよ。この一番最初に使う、もうお風呂から例えば出て今使ってる化粧水よりも一番最初に使っていただくことによって、その後に使う化粧水とかの浸透能力が高まるっていうのなんで、そこがすごく私的にいいポイントかなって思っていて、今使ってる化粧品を変えないで使えるので、どの世代にも使っていただけるかなと思います。もう私は31歳になりましたので、等身大の大人の女性としての色気とかもたくさん盛り込まれた内容になっているので、ね、もう本当にメイクもすごくナチュラルにして撮っていただいたので、本当にありのままの等身大の31歳の女性の姿を見ていただければいいと思います。で男性にも女性にも楽しんでいただけるような内容になってるかなと。ありがとうございます。そうですね、なんか私と同じ肌の悩みを持っているその代の方とか同世代の方ってすごい多いと思うので、なんかその方の力になれるようなその化粧品とかをプロデュースできたらいいなと思います。成分から考えたいです。では皆さんこんにちは、キウイミサトです。この度ついのアンバサダーに就任させていただきました。本当に自信を持っておすすめできる商品となっておりますので、ぜひ一度手に取っていただけるととても嬉しいです。そして6月21日に初めての写真集を発売することになりました。ありがとうございます。こちらもぜひ皆さん手に取って一度見てみてください。よろしくお願いします。